よし、みんな聞け。ドイツは今大会優勝候補に挙げられる強豪だ。特にフォワードのシュナイダーはドイツの若き皇帝と呼ばれ、今ヨーロッパでナンバーワンと評される選手。今ドイツで現像、いや若林から完璧にゴールを奪えるのは彼しかいないだろう。若林から？ドイツは他にも中盤より前にいい選手が集まっている。守備陣は特に注意するんだ。相手は強い。しかし決して気後れすることなく立ち向かっていってほしい。それではスタメンを発表する。フォワード、ヒューガ、新田、佐野。ミッドフィルダー、松山、沢田、伊沢。ディフェンダー、相田、慈瞳、高杉、石崎。ゴールキーパー、若島津。以上だ。翼が出ないのか。アメリカ相手でもあれだったんだぜ。大丈夫なのかよ翼。君の足の状態はドクターから聞いている。短時間なら出られるということだが、基本的に今日は出場させない方向で考えている。君の気持ちはわかるつもりだ。だが大事な大会前、今日は我慢してほしい。はい、わかりました。そしてヒューガ、今日のキャプテンは君だ。しっかりチームを引っ張っていってくれ。はい。シュナイダーってやつがヨーロッパナンバーワンのフォワードならば、俺だって全日本ジュニアユースのエースストライカーなんだ。それにキャプテンになったんだ。アメリカ戦みたいな無様な試合はできねえ。今日は俺が点を取り、そして勝つ。俺たちの力を世界に認めさせてやる。中盤は頼んだぞ。はい。大丈夫ですよ、シュナイダーさん。この程度の相手なら片足で余裕ですって。相手を甘く見てるとろくなことはないぞ。何言ってんですか。俺の実力は俺に負けたシェスターさんならよく分かってるでしょ。何？やめろよ、二人とも。もう試合が始まるぜ。喧嘩なら後でやれや。事実を言っただけなんですけどね。聞こえてるぜ、ハイネ。カルツさん、地獄耳。プレマッチ第2戦、日本対ドイツの試合が間もなく始まります。前のアメリカ戦で敗北を喫した日本、今日の相手のドイツは強豪ですが、この試合でなんとか浮上のきっかけをつかみたい。今試合開始のホイッスルです。行くぞドイツ。さあ試合開始早々、ヒューガ君が得意の直線的ドリブルで攻め込んでいく。抜かせるか。どけ。うわ、力任せだな。邪魔だ。ヒューガ君、ハイネ君を跳ね飛ばし。なんてね。何？いや違う、ハイネ君、激突の瞬間に足首でボールを固定しボールを奪っていた。ま、こんなもんですかね。じゃあ行きますよ。さあ今度はドイツのハイネ君が日本陣内に攻め込むぞ。監督、あの選手はコルネリアス・ハイネ。ドイツ東部の都市ドレスデンのジュニアユースチームに所属する選手だ。ドイツ国内のジュニアユース大会の決勝で現像やシュナイダーのいるハンブルクと戦い、最後まで苦しめた実力者だ。あの若林君も苦しめた。だがその試合で
シュナイダーと激突して足首に重傷を負ってしまってね。試合に出られる状態ではないと聞いていたんだ。しかし彼が回復しているとなると、ドイツの中盤はますます強固になるな。お前を仕留めるのは俺だ。わしにも代表のプライドがあるたい。君らのレベルじゃ俺からボールは取れないって。右に左にタックルをかわすハイネ君、その軽やかなステップはまさに妖精だ。止めるぞ石崎。おっ、今度は高杉君と石崎君がハイネ君に向かう。シュナイダーさん、しまった。ここでハイネ君のスルーパス、石崎君と高杉君の間を抜け、シュナイダー君の足元にピタリだ。ナイスパス、ハイネ行くぞ。シュナイダー君、ペナルティーエリアの外からロングシュート。決まった。ドイツエースストライカーシュナイダー君のシュートで早くも先制。あまりに鋭いシュートにあの若島津君が一歩も動けませんでした。今のシュート、まるでヒューガ君のタイガーショットだ。俺は自分を鍛えるためキャプテンにタイガーショットを何本も打ってもらった。だからわかる、今のシュートはタイガーショットの威力に加えてさらに手元でボールが伸びた。認めたくはないが、あのシュート、キャプテンのタイガーショットよりも上だ。さあ前半も残り時間はあとわずか。ここまでドイツはハイネ君のアシストでシュナイダー君が2点、マーガス君が1点を挙げ3対0と日本をリード。一方日本は澤田君、松山君が奮闘するも、ハイネ君、シェスター君、カルツ君に中盤を抑えられチャンスが作れません。なんとかヒューガさんにパスを送って前半のうちに1点返さなきゃ。危ない、タケシ。え、もらった。澤田君一瞬の隙を突かれシェスター君にボールを奪われた。カルツ、ハイネ、シュナイダーさん。ドイツの中盤、ここに来て素早いパス回し。アディショナルタイムに入っても全く手を緩めない。そしてシュナイダー君にボールが渡ったぞ。決める。シュナイダー君、またもペナルティーエリア外からのロングシュートだ。今度こそ絶対に止める。若島津君、シュナイダー君のシュートに反応しましたが、その手を弾いてボールがゴールに入ってしまった。ここで前半終了のホイッスル。シュナイダー君、なんと前半でハットトリック達成。これがドイツの若き皇帝の力か。シェスター、いい守備だったな。慣れないボランチであれだけできるんだからさすがだ。任されたポジションだ、どんな役割でもこなしてみせるさ。それにしてもドイツ中の才能が集まったすごいチームだよな。自分で言うのもなんだけど。ねえ、わしのじいさんも言ってたぜ、わしの若い頃じゃありえないチームだってな。弱点といえばゴールキーパーだけか。おいおい、でかい声で言うことかよ。ところでシュナイダー、さっきのファイアーショットだけどよ、前より威力が上がってないか。気づいたか。そりゃそうよ、ちっちゃい頃からお前さんのシュートは何千本と見てるんだぜ。ハンブルクでヨーロッパナンバーワンは取れたが、世界を取るためにはファイアーショットもパワーアップが必要だからな。皆さんお疲れ様。おう、ハイネ、
お疲れ。シュナイダーさん、どうです俺のパス、いいパスだったでしょ。あ、まあ俺がシュートしても良かったんですけどね、シュナイダーさんの方がちょっとだけシュートが上手いんで、ほんのちょっとだけね。シュナイダーさんのプレースタイル、シュナイダーさんのお父さんに似てますよね。父さん？シュナイダーさんのお父さん、ハンブルクのスター選手だったじゃないですか。ちっちゃい頃よく見てたんですよ。だからスペースへの出方とかパスの受け方とかシュートのタイミングとかもそっくりだなって思って。確かに似てるかもしれない。俺は父さんからサッカーを教わったからな。やっぱりですよね。俺合宿でそのことに気づいたんですよ。だからシュナイダーさんのお父さんのプレーを動画で見返してパスを出す時の参考にしたんですよ。そういうのに気づけて、しかも活かせるんですよね俺って。その観察眼は見習わないとな。そういえばお父さんどうしてるんですか。確か前にハンブルクで監督代行でしたっけ、やってましたよね。あれ、俺なんかまずいこと言いました。ちょっとな。まあいいや。それじゃ後半は頑張ってください。なんだ、交代するのか。シュナイダーが前半だけってのは試合前から聞いてたけど。これでも俺まだ足が治りきってないんすよ。もう勝ちは決まったようなものだし、プレマッチで無理する必要もありませんよ。監督も後半の出場はお前に任せるって言ってくれたんで、お言葉に甘えようかなって。じゃああとは頼みますよ先輩たち。調子のいいやつだぜ、まったくよ。強い、強すぎる。あのシュナイダーってやつのシュート、あれは一体何なんですか。ハイネってミッドフィルダーもすごいテクニシャンだ。あのドリブル、パスのセンス、それと戦術がまるで見過ぎを見てるみたいだったぜ。他にもマーガス、カルツ、シェスタ、あいつらのせいで俺たちは何もできなかった。おい、ドイツベンチを見るたい。ドイツは主力の2人を下げるっていうのか。舐めやがって。くそ。翼、負けるな。みんなこんなチームに負けるなよ。勝とう、勝とうぜみんな。翼くん。くそ、あんな遠くからのシュートで手首を痛めるなんて。若島津、後半は交代だ。手首をドクターに見てもらうんだ。そんな、どうして。私も現役時代はゴールキーパーだった。だから君の手首の状態もわかる。今ならまだそれほどひどくはないはずだ。ならば治療を受けてまた後半は試合に出ます。試合はまだこれからなんだ。後半こそシュナイダーのシュートを止めてみせる。だから監督。気持ちはわかる。だが沸かします、無理をするな。後半は俺たちに任せろ。キャプテン、わかりました。森崎、準備を。はい。森崎、大丈夫。相手がどんなに強くても俺は逃げたりなんかしない。ボールに、シュートに向かっていくさ。うん。さあ後半が始まりました。前半で4点をリードしたドイツは
シュナイダー君とハイネ君をベンチに下げてきた。これは余裕の表れなのか。そして前半はいいようにやられてしまった日本、早く1点を取ってなんとかいいペースを持ってきたい。あ、ドイツシェスター君のシュートが日本ゴールに突き刺さった。後半開始から10分、ドイツはマーガス君とシェスター君のコンビで早くも2点を追加。これでドイツのリードは6点となってしまった。くそ、俺の力が足りないばっかりに。もうダメだ、こんな試合意味ないよ。ちくしょう、あんなに頑張ってきたのに。ダメだ、もう負けだ。翼、お前とセイコン尽きるまで戦い抜いたあの全国大会、そのメンバーを中心に作り上げたこの全日本ジュニアユース、しかしその実力はこんなもんだ。本場のサッカー相手にはまるっきり通用しねえ。こうして俺たちは世界の前に惨めにひれ伏すんだ。一矢を報いることもできずに。監督、俺を使ってください。このままでは俺たちのチームはダメになってしまいます。僕からもお願いします。せめて一矢報いなくては選手みんなの心が持ちません。君たちの言う通りかもしれん、しかし翼、無理だけはしないようにするんだ。はい監督、翼くんが中盤に入るならば松山をディフェンダーに回してみてください。松山を、彼の強い投手と諦めない粘り強さ、指揮能力は逆境の時の守備陣を率いるのに適していると思います。なるほど、思い切った手だが、確かに彼のプレーはディフェンダー向きでもある。試してみよう。ありがとうございます。それと君もここから試合に出てもらう。いきなりこんなシチュエーションで大変だと思うが、代表の選手として自分に必要なものを感じてきてほしい。俺たちの力で試合の流れを変えるぞ。もちろんそうしなければ叶う相手じゃない。さあ力の限り行くぞ。あっと、日本選手交代です。沢田君に代わって、これはなんと怪我で出場を見合わせていた翼君がここでピッチに出ます。そしてもう一人、ニューヒーローリーグでの活躍で代表に抜擢された期待の1年生もついに試合に出場です。みんな元気を出すんだ。翼、確かにドイツは強い、でもやられっぱなしでは絶対に終わらない。1点でも2点でも返して俺たちの意地を見せるぞ。そうだ、点差は関係ない、最後の最後まで全力で食らいついていこうぜ。松山君、監督からの指示があるんだ。俺がディフェンダーに？ああ、分かった。任せろ。ヒューガ君。翼。俺たちが死力を尽くして戦ったサッカーはこんなものじゃないはずだ。絶対に見返してやろう。日本のエースストライカーはヒューガ君、君なんだ。だから頼んだよ。お前ってやつは、そうだ、俺はこのチームのストライカー、このままじゃ終われねえんだ。
とうとう一緒にピッチに立つ時が来たな。まだ試合は終わっちゃいねえ。最後の笛が鳴るまで全力で行くぞ。ついてこい。日本の10番翼大空、確か若林がいつも自分のことのように自慢していた選手がそんな名前だったね。へえ。でも言われてみればなんか雰囲気のある選手ですね。ジュニアユース、俺たちをなめるな。お前が若林が言ってた選手か。もしかしてこの10番が日本の本当の。激しいタックル、ここからチャンスが作れるか。スピードに乗ったドリブル、ドイツここでスローインを得ました。ドイツが決まった。新田君、ここは勝負を避けた。狙いすましたパスを送る。高杉君、ここは勝負をかけた。ここでスルーパス、チャージが決まった。ルーム君、ここはパスを出した。このスルーパスは通るか。ここは抜かせません。ソルマー君、ここはパスを出した。伊沢君、狙いすましたパスを送る。俺の思い過ごしだったか。マガトゥ君、ボールは手に入らない。これがタイガーシットだ。正面から抑えに行く。あとこれを弾いた。マイヤー君、パスを回す。ミレウス君、ここはパスを出した。素早くつなぎます。もらった。ドリブルで突破。ドリブルでボールを運ぶ。さあゴール前だ。マイヤー君、豪快にシュート。ボールはまだ生きている。伊沢君、ボールを持った。マックス君、素早く横にかわす。あっと、この位置でバスケット。ハイン君、ボールを狙うも届かない。ドイツ、ここは戻りながらのディフェンス。センターラインを越えて攻め込む。パスが決まった。これはタッチを終わります。ここは抜かせません。パスを出します。ワールドリッチ君、ここは抜かせません。かわして振り切った。伊沢君、激しいタックル。マックス君、ボールを狙うも届かない。両雄、ここで激突。空中での激突だ。翼君、ボールを蹴り出した。
これは見事にキャッチ。ヤサワ君、激しいタックル。体ごとぶつかっていった。かばして振り切った。マックス君、連続突破で見せます。敵陣へ攻め込みます。チートー君、ここは抜かせません。スルーパスを横にかわして突破。マックス君、激しいタックル。マックス君、スライディングでカット。かわして振り切った。ドリブルでボールを運ぶ。サンタマ君、ここは抜かせません。松山君、スペースにパスを出した。全日本、力及ばず敗戦。懸命に戦いましたが、勝利には手が届きませんでした。ドイツの若き皇帝カール・ハインツ・シュナイダー、評判通りのすごい選手だった。それにもう一人、コルネリアス・ハイネ。彼の鮮やかなプレーも同じミッドフィルダーとして驚きだった。世界一になるには彼らに勝たなければならないのか。今日の試合、前半はなすすべがなかったけど、後半翼くんが入り、松山がディフェンダーに回ると、それなりに試合の形ができた。やはりこの形が日本にとってはベストだ。だけど翼くんにアクシデントがあれば、チームが一気に崩壊してしまう問題点は解消できていない。今後を考えれば、翼くんをフォローできる選手が絶対に必要だ。こんな時に僕が、いや、ハーフしか出られない僕では根本的な解決にはならない。とにかく何か方法を考えないと。シュナイダーのあのシュート、あれがヨーロッパナンバーワンのストライカーのシュートか。キャプテン、沸かします。手首はどうだった？骨にも靭帯にも異常はありませんでした。少し腫れていますが、それが引けば問題ないと。そうか、よかったな。なあ、沸かします、一つ質問がある。はっきり答えてくれ。はい。俺のタイガーショットとシュナイダーのシュート、どっちが上だ？ハイネ、日本の10番、どう見えた？思ったより上手いですね。うちのチームでもそこそこやれるんじゃないですか。まあ、そこそこですけどね。確かに技術は高い。ファイティングスピリッツも素晴らしい。若林が認めるだけのことはある。だが、彼の力は本当にそういったものだけだろうか。もう一度確認しておくか。ああ、そうだ、シュナイダーさん、もう一人途中から入ってきた選手いたじゃないですか。あの23番か。ええ、目立つプレーはなかったですけど、なんとなく気になるんですよね。あれがカール・ハインツ・シュナイダーか。ディアス、お
パスカル、どうだったドイツは。ま、見るべきプレイをするやつは何人かいたかな。でも俺たちほどじゃないさ。となるとやっぱり俺たちのライバルはブラジルだろうな。何せ噂のあいつがいるって話だし。ま、それでも優勝は俺たちアルゼンチンさ。あのそんな高いところに登って落ちたら危ないですよ。大丈夫だって。あ、よっと。あれ、お前も今度の大会に出る選手？はい。あ、じゃあ試合で会った時は楽しもうぜ。じゃあな。いいな、僕にもあんなことができたらな。みんな、これからドイツとイタリアのプレマッチが始まる。特にイタリアは我々が大会の初戦で当たる相手だ。よく見ておくように。はい。みんな、ドイツはシュナイダーとハイネが出ていないみたいだ。まだプレマッチだからな、コンディション調整中なんだろう、きっと。じゃあ俺たち万全の状態じゃない相手にボコボコにされたのかよ。おい、試合が始まるぞ。シュートをあんなにあっさり止めるなんて。片桐さん、あのイタリアのキーパーは？ジノ・ヘルナンデス。次の代のイタリアの代表キーパーは彼だとまで言われている実力者だ。相手の守りが甘くなったぞ、今がチャンスだ。それやっと俺の出番か。あのイタリアの10番はレオナルド・ルチアーノ。イタリア南部のチームのフォワードだ。わしが止める。俺の邪魔をするな。何、わしをかわしただと？いくらでも来いよ。雑魚はいくら群れても雑魚だってことを教えてやる。なんだあいつ。うちのディフェンダーがまるで止まってるみたいじゃないか。仕上げだ、食らいやがれ。シュート、ルチアーノ。この程度で優勝候補とか笑わせんな。あいつドイツ相手にたった一人でカウンターを完成させやがった。なあ見すぎ、あのシュート俺たちが小学生の時にお前が打ったやつと同じじゃないか。同じじゃない、彼のシュートの方がずっと高度だ。打ち下ろしのボレーであれだけ鋭い回転をかけるなんて、一体どんな体と技術をしているんだ。グラウンド内外の素行やチームメイトとの協調性に問題があるということで、
今まで代表入りを見送られていた選手だが、見ての通り実力はイタリアの選手の中でも飛び抜けている。問題点に目をつむって彼を加入させたということは、イタリアも本気で優勝を狙いに来ているんだ。ああ、負けちまった。ま、こっちも全力じゃねえしな。大会でやり返しゃいいって。血のヘルナンデス、レオナルド・ルチアーノ、この借りは本大会で必ず返すぞ。2対0か。上出来だったぞ、みんな。おい、今この調子ならチームの状態もまだまだ上げられそうだ。チッ、何がチームの状態だ、バカバカしい。ところでルチアーノ、どうして途中から手を抜いたんだ。今日のドイツならもう何点か取れただろう。勝ってるんだから何点で止めようが俺の勝手だろう。大体プレマッチで活躍したところでビッグクラブからのオファーが来るわけじゃねえしよ。う、嘘だろ。俺たちがあんなに苦戦したドイツ相手に。イタリアってこんなに強いのかよ。これじゃ今の僕たちにとても勝ち目なんて。アメリカにもドイツにも完敗だったな。まだ俺たちには世界は早かったんだよ。だよな、体も技術も違うのに勝てるわけねえんだ。本場のサッカーにはやっぱりかなわないのかな。そうそう、恥をかく前によ、こんな大会辞退して日本に帰った方がいいんじゃねえのか。そうだ。てめえなんてこと。相田さん、それは言い過ぎです。取り消してください。何言ってやがる、本当のこと言ったまでじゃねえか。全力でやったって負けたら同じだろうが。しかもただの負けじゃない。あんなにボロボロにされたんだぞ。勝ち目が一つもない相手と戦う大会に参加する意味なんてあるのかよ。お前らいい加減にしろ。松山。そうだ、お前いつからそんな臆病になった。俺が臆病だと。恥をかきたくないから帰るなんて、ただ逃げるのとどう違うって言うんだ。松山。他のみんなもだ。たった2回負けただけでそんなに弱気になるんじゃねえよ。この2試合で俺たちは世界のサッカーの実力を知ったんだ。ならばあとはまた一から努力し直すしかねえじゃねえか。そうだ、松山君の言う通りだよ。みんなが努力してその力を合わせれば俺たちはもっと強くなれるよ。まだまだこれからじゃないか。松山、翼。ち、相変わらず翼は明るいな。え、ほんとほんと、いいよな楽天家は。あのヒューガさん。ああ、なんだ。この箱、さっき宿舎の人から渡されたんですが、キラ監督からヒューガさんへの届け物です。キラ監督から俺に。これは2戦2敗。ここまではほぼ想定通りだ。あとは彼ら次第だな。三上さん、何かね。本当にこれで良かったのでしょうか。アメリカ戦もドイツ戦も選手にもっと具体的なデータを与え、しっかり
かり戦った方が良かったのではありませんか。確かにそうすればもっとマシな戦い方はできただろう。しかしそれでは戦士たちの受ける衝撃が弱まってしまう。彼らには世界の壁の高さ、厚さを骨の髄まで思い知ってもらわねばならなかったんだ。自分たちの自信が完全に崩れ落ちて、それでも壁を乗り越えようと立ち上がる強さ、それを持てないようでは今後世界とは戦えない。それは分かっています。しかしそれにしてもアメリカとドイツの強さは我々の想定を大きく上回っていました。選手たちも我々が考えていたよりずっと激しく落ち込んでいます。このままではチームがバラバラになりかねません。その時はそれまでのチームだったと諦めるだけだ。三上さん大丈夫だよ。片桐君、彼らを信じてあげたまえ。君が誰よりも長く彼らを見てきたんじゃないか。はい、ちょっと失礼します。はい、もしもし。遅くに悪いな。ちょっと俺の練習に付き合え。なあ、お前はこの2試合を見て俺たちと世界との差どう感じた？自信満々だな。たけしにもそのくらいの。なんと、これは余計だったな。正直に言うと、俺はすぐに世界と勝負できると思ってた。みんなも多分そう思ってたはずだ。でも、実際にやってみて分かった。あいつらは俺たちよりも上手くて、速くて、そして強い。それが分かったからみんな自信をなくしちまった。俺もかなりショックだった。試合中に心が折れかけた時もあった。でも思い直したんだ。あいつらができるなら俺たちにもできないはずはないってな。だからそれを自信を失っちまってるみんなに証明してみせる。そのためにキラ監督が送ってくれたこのボールを使う。それ！このブラックボールは普通のサッカーボールの3倍の重さがある。俺はこのボールで鍛え直して今よりも強靭な足腰を作り上げる。そして俺のタイガーショットとシュナイダーのシュート、どっちが上だ？それはシュナイダーのシュートの方がキャプテンのタイガーショットよりも伸びがありました。そうだ、それが分かればいいんだ。俺より上のシュートを打てるやつがいるなら俺のシュートだってそこまで威力を伸ばせるってことだ。また練習を重ねてあのシュナイダーのシュートに追いつき追い越してやるさ。そして俺の新しいシュート、ネオタイガーショットを生み出して世界一のストライカーになる。さすが重さ3倍、足への負担もすごいぜ。けどこのボールが普通に蹴れるようにならなきゃ上のレベルにはいけないんだ。うん？誰だ？松山？見すぎ？こんな時間に誰かと思ったら君たちだったのか。なんかすごい重い音がするんだが、そんなボール蹴ってて大丈夫なのか？
俺のことはいいだろう。それよりお前たちは何しに来たんだ。そりゃもちろん練習に決まってるだろう。押し込まれる展開が増えそうだから、特に瞬発系とダッシュ力な。これからの俺たちは一から努力するしかない。みんなの前でああ言ったんだ。ならまず自分が実践しないとって思ってな。僕はランニングさ、ニューヒーローリーグの疲れもだいぶ抜けてきたからね。大会本番に向けて練習強度を上げるために少し体を動かしておかないとと思ったんだ。それにチームのフォーメーションも考えなきゃいけない。プレマッチはまだもう一試合あるんだから。フォーメーションか。悪いな、そういうのは任せる。それにしても俺たち同じことを考えているらしいな。あ、そうらしいね。いや、まだいるみたいだぜ。ん？ほら、もう一人来たぜ。やっぱり世界は広い。アメリカに来てまだ数日なのに、ドイツのシュナイダーをはじめすごい選手をたくさん見た。世界一の選手になるために、そして大きな夢を叶えるために、俺ももっと上手くならなきゃいけない。そして彼らに勝つ。翼！みんな、こんな時間にどうして？それはきっと翼くんと同じ理由さ。え？ああ、そういうことだ。俺たちの思いはただ一つだろ。うん、俺たちが目指すもの、それは全日本ジュニアユースの勝利。俺たちならきっとやれるさ。うん、もちろん。僕もその輪に入ってもいいかな。君はまさか。久しぶり、翼くん、みんな。やっぱり美咲くんだ。美咲、美咲じゃないか。会いたかった、会いたかったよ美咲くん。翼くん、なかなか連絡できなくてごめん。いいんだよそんなこと、またこうして会えたんだから。美咲、いつアメリカに？ついさっき。それで空港まで片桐さんに迎えに来てもらったんだ。それにしても小学生の時からみんな変わってないね。やっぱりボールは友達だ。でも美咲くんもそうなんだろ？まあね。なあ、お前がここに来たってことは。うん、僕も日本代表に入るって決めたよ。本当に？いろいろ悩んだけど、やっぱりみんなとサッカーがしたくて。足を引っ張ってしまうかもしれないけど、よろしくみんな。大丈夫、美咲くんなら絶対に大丈夫だよ。また一緒にコンビを組んで頑張ろう。うん、ありがとう翼くん。ところで君は？こいつは俺の後輩でな。ほら、自己紹介しろ。丁寧にありがとう。僕は美咲太郎、よろしくね。よし、じゃあそれぞれ練習するか。ああ、美咲くんも少し蹴っていこうよ。もちろんそうしたいけど、これから正式にチームに合流するために日本サッカー協会といろいろ手続きをしなきゃいけないんだ。
だからごめん。そっか。でも手続きが終われば明日の練習からは合流できるんだ。だから明日ね。うん、じゃあまた明日だね。楽しみにしてるよ。僕もさ。それじゃあまたね。翼くんと美咲くん、小学生の時に南葛 SC を優勝に導いた2人がついに揃った。2人があの頃のようなプレイをできれば、あるいは美咲太郎です。今日から合流しました。よろしく。美咲、久しぶりだな。元気だったか。背は伸びてるけどあんまり変わってないな。それを言うなら俺たちもだけどな。わしたちは初めてたい。ああ、こいつが噂の美咲太郎が。さあ、次のプレマッチも目前に迫っている。練習を始めるぞ。はい。じゃあ二人一組、パスを出し合って最後にシュートだ。キーパーはゴール前へ。はい。よし、はじめは翼と美咲。はい。翼くん。美咲くん。翼と美咲、3年ぶりのコンビプレー。昔みたいに息は合うんだろうか。信じているよ、二人とも。よし、行くぞ美咲くん。ああ、おお、これは3年ぶりでも二人の息はぴったりだぜ。すげえ。このスピードでパスワークが少しも乱れないタイ。あったもうよ。だからこそ二人はゴールデンコンビって呼ばれてるんだ。まさに今ゴールデンコンビ復活だぜ。美咲くん、ラストパスだ。よし。ナイスシュート、美咲くん。ナイスパス、翼くん。やったぜ、二人とも。あのスピードに乗ったパスワークとシュート、美咲もこの3年で相当腕を上げたみたいだな。さすが翼くんだ。僕はスピードについていくだけでやっとだったよ。それはこっちも同じさ。よし、俺たちも気合い入れていこうぜ。ああ、俺もそのつもりだぜ。それ、翼と美咲に遅れるな。行くぜみんな。ああ、監督、ちょっとお話があるのですが。ん？何かね。次の試合、翼くんと美咲くんをスタメンで使ってほしいのです。美咲くんは合流したばかりだし、次の試合は様子を見ようと思っていたのだが、とりあえず理由を聞こうか。なるほど、確かに2人が揃えば中盤で勝負ができるし、チームの弱点も解消できるな。それとはもう一つ理由があります。世界との差を感じて自信を失ってしまっている選手たちに自信を取り戻してもらうためです。翼くんと美咲くんのコンビという世界とも勝負できる型を持てば、選手たちも落ち着いてプレーできるようになります。さらにその型を元にして自分たちのペースを作れれば、自分たちはやれる
という自信につながるはずです。自信があれば思い切りプレイができますし、思い切りプレイができれば相手と強く戦うことができるようになります。君は本当に、いや、よくわかった。次の試合、2人をスタメンで使ってみよう。ありがとうございます。実は次の試合について私も一つ決めたことがあってね。何でしょう。次の試合では彼をスタメンで使う、うん、私が見るところ彼には翼くんたちに勝るとも劣らないサッカーの才能がある。正直彼の力はまだ未知数だ。しかしだからこそ彼の成長はみんなの大きな刺激になるはずだ。そうなればチーム全体のレベルアップにつながる。彼こそがこのチームの躍進の鍵になる。私はそう睨んでいるんだ。確かにおっしゃる通りかもしれません。いいか、みんな。ここまでの戦いで世界の壁がいかに厚いものか肌で分かったことだろう。そこでだ、この試合は新たな布陣を試すこととする。まず松山。はい。この前のドイツ戦、君がディフェンダーに回ってからディフェンスライン全体の動きが良くなり、チーム全体の守備力が向上した。だから今日の試合はスタートからディフェンダーに入り、ディフェンスの指揮をしてもらう。はい。そして空いたミッドフィルダーの位置には三崎、君にスタメンとして出場してもらう。え？確かに君はチームに合流して間もない。しかし実力に疑いはない。それはこの間の練習を見て分かった。それに翼のサポートをして一緒に中盤でゲームを作る上で君以上の適任はいないと私は考える。 はい、頑張ります。大丈夫、美咲くんならできるよ。うん、翼くん、一緒に頑張るよ。そして最後に、この試合君もスタメンで使う。ふてぶてしさがあれば初スタメンでも臆することはなさそうだな。思いっきりやってこい。今日の相手ウルグアイは南米のチームらしい豊かなスピードとテクニックを併せ持ったチームだ。しかしそれにかき回されてしまうようでは大会本番を勝ち抜くことはできない。相手のペースに乗せられず自分たちのリズムをしっかり作って戦うんだ。いいな。はい。俺の憧れ、南米の国との初めての対戦。俺の南米スタイルのプレーは彼らに通用するだろうか。もし通用すればブラジルでもきっと。今日はスタメンだがあんまり喜びすぎるなよ。代表の選手は仲間だがライバルでもある。いつ取って代わられてもおかしくねえ。
それは俺も同じだ。いいか、相手にも味方にも負けるんじゃねえぞ。今日の相手はドイツどころかアメリカにも負けたようなどうってことねえやつらだ。まあ怪我にだけは気をつけて、取れるだけ点を取って大会本番に勢いをつけるぞ。よし、みんな今日も行くぞ。日本にサッカーってものを教えてやろうぜ。おう。さあ、全日本のプレマッチも残すところあと1戦。全日本はここまでの2戦、アメリカ、ドイツ相手にいいところなく連敗してしまいました。世界の壁にぶつかる中、迎える第3戦の相手はワールドカップ優勝経験国ウルグアイ。南米でも屈指の強豪を相手に、全日本は新たな布陣で立ち向かいます。なんとこの試合から翼くんが小学生時代にコンビを組んでいた三崎太郎くんがチームに合流。再びコンビを組んだ2人のプレーを起爆剤として本戦に向けて弾みをつけたいところ。一方のウルグアイもこの試合を勝って気持ちよく本戦を迎えたいところでしょう。さあ、プレマッチ第3戦、いよいよキックオフです。今日はよろしく。いい試合にしよう。いい試合になるかどうかはそっち次第だぜ。お前らみたいなのが俺たちのスピードについてこられるかな。せいぜいボールは見失わないようにしろよ。クソ、やっぱり俺たちのことをなめきってる。翼くん、悔しい気持ちはわかるけど、そう力まないで。美咲くん、練習通りにやれば僕たちのサッカーはきっと通用するよ。うん、そうだね。ありがとう。やっぱり美咲くんがいると心強いよ。それは僕も一緒さ。さあ翼くん、行こう。ああ、日本の実力を見せてやろう。
早くも会場を包む熱気を感じます。いよいよ始まる一戦に期待は高まるばかり。全日本対ウルグアイ、ここスタークラウンスタジアムのサブグラウンドは沸き返っています。緊張の面持ち、選手たちがこの一戦にかける思いがこちらにも伝わります。この一戦にかける選手たちの意気込みがその表情から伝わってきます。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まずはホームサイド、全日本攻守にバランスの取れたフォーメーション、我らがキャプテン翼くんを筆頭におなじみのメンバーが揃っています。熱きチームスピリットと勝利への執念はどのチームにも負けません。そしてアウェーサイド、ウルグアイ、4人で中盤を構成する形になっています。南米の古豪、中でも注目のプレーを見せるのはテントリアのビクトリーヌ君。まるで彗星のごときその俊足を生かした突破からゴールを陥れます。まもなくキックオフです。試合開始です。3年ぶりの美咲君とのプレー、久々のこの緊張感。行くよ美咲君。シュート、うん、翼君、激しいタックル、サンティアゴ君ボールを奪うことができません。このタックルは不発に終わります。ここだ、鋭い回転をかけてゴールを狙う。ベガ君ゴールを割らせません。ヒューガ君ボールを奪った、たまるか、くわえ、一撃がゴールを、タイガーやった。ダニエル君このボールにバスターだけです。あー、弾きます。パスを受けた、ヒューガ君クロスを上げた、これは見事にキャッチ、パントキック、どこまで運べるか、絶妙なインターセプト、鋭く足を振る、ゴメス君突き飛ばされた、ゴールを守った、よしかわした、パスを回す、チャージが決まった。ドリブルを見送る、翼くんゴールを狙う、パントキック、どこまで運べるか、それ俺がエースキラー、そうだ誠様だぜ。守備陣の隙間を狙う、翼くん激しいタックル、体ごとぶつかっていった、ダニエル素早く横にかわす、松山くんここは抜けません、このパスは通らない、翼くん激しいタックル、敵陣へ攻め込みます。あっという間に前半も15分が経過、ここから流れをつかむのはどちらのチームか、体ごとぶつかっていった、中学スペースにパスを出した、翼くん得意のヒールリフトで抜いた、ここから打ってきた、これは見事にキャッチ、パントキック、どこまで運べるか、マサオくん素早くつなぎます、翼くんシュートを放った、豪快にシュート、ドライブシュート、これはお箱のドライブシュートだ、横に飛んだ、俺たちの闘志を見たか、ここはパスを出した、アロンソ君パスを回す、翼君ここは抜かせません、ここで奪った、翼君タックルを決めた、ここで大きくサイドチェンジ、ワンタッチで送る、もらばして振り切った、スルーパスを狙う、美咲君ここは抜かせません、シュート、いや、添え、マサオ君ここは抜かせません、マサオ君
狙いすましたパスを送る。このスルーパスは通るか。ゴール前に持ち込んだ。いけ、狙いすましてシュート。これは反応しているぞ。防いだ。長いパスが通った。ジャンプ1番かわした。見たか、これがわしのパワーよ。ここはパスに切り替えた。スリブルと見せかけてパス。ここでジャンプを潰します。激しいタック、体ごとぶつかっていった。もうロワン抜かせません。スリブルと見せかけてパス。ダンシュ君ボールを奪った。くらえ、もうこのイヤーショット。ゴールにトリック、まさに必殺の一撃。このためにグラウンドに立っているんだ。くらえ、タイガーショット。時計は30分を過ぎました。前半アディショナルタイム突入です。マサオ君、ここは勝負を避けた。かわして振り切った。翼くん、激しいタックル。ロメロくん、ここで止めた。翼くん、ボールを奪った。ロメロくん、ここで奪った。シュート。ベガくん、みんないいぞ。攻撃にも守備にもリズムが出てきた。ウルグアイのスピードにも負けていない。後半もこの調子で行くんだ。はい。やったね、美咲くん。俺たちのコンビプレイは世界にも通用したよ。うん。けど3年のブランクもあって、試合でこんなにうまくいくとは正直思ってなかったよ。さすがだぜ、2人とも。ウルグアイのやつら面食らってやがったぜ。もう南葛ゴールデンコンビじゃなくて、全日本、いやワールドゴールデンコンビだな。ずいぶん安直なネーミングだな。うるせえ。タケシ、俺たちも負けてられん。二人で得点するぞ。はい、ヒューガさん。翼と美咲のコンビプレーが通用したことでチーム全体の雰囲気が良くなったな。やはり見過ぎの見立て通り、この作戦は成功したか。松山がディフェンダーに下がったことでディフェンスラインもよく機能している。あとは彼がどこまでできるかが鍵か。くっしょ、どうにもチームのリズムが出ねえ。それもこれも中盤を支配されちまって俺が思うように動けねえからだ。それにあの10番のプレイスタイル、あれは南米のリズムとテクニックだ。一体どうなってる。そしてその10番と11番のコンビプレイ、特にパスワークのスピードは悔しいが俺たちより上だ。まさか前の2試合では隠してやがったのか。だとしたら俺たちで調整のつもりか。くそ、舐めやがって。プレマッチとはいえこんなとこで負けてるようじゃ上は目指せねえ。お前たち気合い入れて後半巻き返すぞ。おう。さあ注目の後半戦、パスを出します。鳴らして振り切った。ビクトリーノ君、ここからチャンスを作るぞ。こいつのスピードが空を向いた。よかったね、鋭く反応。ビクトリーノ君、うおー、やったぜ。くそ、よし行くぜ。こいつを食らえ。それここはパスに切り替えた。ドリブルと見せかけてパス。翼くん、ドリブルでボールを運ぶ。パスを出します。
ジゾー君、ここは勝負を避けた。マサオ君、ここはパスに切り替えた。翼君、これは必殺のロングパスだ。ほら、ヒューガ君、シュートを放った。パントキック、どこまで運べるか。マサオ、ヘディングでのパス。マサオ君、ここから打ってきた。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。パスを受けた。マサオ君、タックルも決めた。マサオ君、狙いすましたパスを送る。チャンスが決まった。あとドリブルを見送る。マサオ君、シュートを放った。パントキック、どこまで運べるか。ラミレス君、ロングパスを受けます。そえ、ドリブルでボールを運ぶ。後ろは俺に任せろ。頼んだよ松山君。松山君、ここは抜かせません。敵陣へ攻め込みます。ラミレス君、飛んでかわった。イゲタとシュートを放った。若島津君、ボールはまだ生きている。翼くん、パスを出します。翼くん、激しいタックル。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。スライディングで止めた。ロドリゲス君、素早く横にかわす。すでに後半も半分が経過。もらったぜ。ここからの一本は非常に大きな意味を持ちます。パントキック、どこまで運べるか。マシアス君、ここは抜かせません。ビクトリーノ君、ここからチャンスを進めるか。マサオ君、ここはパスに切り替えた。かわして振り切った。敵陣へ攻め込みます。クラス君、タックルも決めた。ここは抜かせません。これは必殺のロングパスだ。ここで大きくサイドチェンジ。ロメロ君、どうだ。激しいタックル。それ、チャンスが決まった。このスルーパスはどうなるか。翼君、ここは抜かせません。鋭い回転をかけるを狙う。横に飛んだ。防いだ。このパスをトラップ。横をすり抜けた。ビクトリーノ君、ここからチャンスを作れるか。松山君、ここで止めた。ここはパスに切り替えた。ヒューガ君、加藤君、ここはパスに切り替えた。ヒューガ君、パスを回す。チャンスが決まった。ここでスルーパス。ヒューガ君、ここはパスに切り替えた。ドリブルと見せかけてパス。ロメロ君、そのパスをカットします。ここで止めた。ソラ、チャージが決まった。ドリブルと見せかけてパス。ヒューガ君、アロンソ君、ボールを奪った。敵陣へ攻め込みます。ソラ君、ボールダッシュ成功。さあ、試合も残りわずか。最後まで熱い展開も期待したいところです。ここはパスに切り替えた。あっと奪い返した。サンティアゴ君、ここはパスだった。体ごとぶつかっていった。パスを待って。当然さ、1点差のしびれるような展開を制して勝利を手にしました。Thank you.
やったやったぜ、ついに初勝利だ。みんなやったぞ、俺たちのサッカーは世界に通用するんだ。努力は報われるってことだ。まだまだ大会本戦でも頑張るぜ。おう、これで本格的にアメリカに殴り込みたい。たった一勝でみんないい気になってやがるな。なんでそうだ、そんなこと言ってお前もにやけてるじゃねえか。うるせえ、元からこの顔なんだよ。美咲くん、フランスで相当腕を上げたんだね。練習の時より試合の動きの方がずっとすごかったよ。翼くんも試合だと一段とスピードが出てたね。だから僕も必死だったよ。俺があれだけ伸び伸びプレーできたのは美咲くんだからさ。ありがとう。でも最初は不安だったんだ。僕が足を引っ張ってチームがダメになるんじゃないかって。けど今はこんないいチームの一員になれたことが嬉しいよ。みんなよくやったぞ。前の試合のチームとはまるで別物だ。松山を中心とした守備陣に翼を中心とした中盤、そして日向を中心とした前線、芯が通ったラインに美咲というサポーターを得たことで全体のバランスがさらに良くなった。それに彼が期待通りの活躍を見せてくれた。やはり彼はこのチームに欠けている最後の1ピースになるかもしれんな。ちくしょう、俺としたことがこんなチームに。ビクトリーノ、今日はありがとう。ウルグアイも特に君のスピードにはさすが世界だと驚かされたよ。あくまで今日はプレマッチだ。大会本番じゃこうはいかねえぜ。ああ、お互い頑張ろう。おい、ちょっと待ちな。なんだい？お前のその南米のプレイスタイル、どこで身につけた？うん、俺にサッカーを教えてくれた人がブラジルの人なんだ。そうか、そういうことか。今日は俺の憧れの南米の国と戦えて嬉しかったよ。じゃあまたね。この悔しさ、大会本番で必ず返してやるぜ。この前は試合途中ではっきりとは分からなかったが、今日一試合を通してみてよく分かった。これが日本の翼大空の力か。どうだシナイダー、お前が見た日本は。今はまだ俺たちの敵じゃない。だが翼、彼にはチームを変えてしまう力があるようだ。それを見抜いたか、さすがだな。この試合見に来てよかった。日本は俺の野望の前に立ちはだかってくる相手かもしれない。ああ、必ず立ちはだかってみせるさ。みんな、紹介したい選手がいる。入ってきたまえ。お前は？若林君。よう、みんな久しぶりだな。久しぶりどころじゃねえだろ、3年ぶりだぞ。ものすごい久しぶりだぜ。キャプテン、体が大きくなりましたね。もう終結症じゃないんだ。キャプテンはよせよ。ようやく契約問題に決着がついてね。今日からチームに合流することになった。そういうわけだ。よろしく頼むぜ、みんな。
よし、若林が来てくれりゃもう俺たち怖いものはないぜ。ずいぶん浮かれてるじゃないか、石崎。何？今までのプレマッチの動画、それと今日の試合、しっかり見させてもらった。はっきり言って、お前たちのプレーはまだまだ世界レベルじゃない。何？若林君。パスもシュートも精度は低いし、ディフェンスはチェックが甘い。それに連携プレーも意思統一ができていない。今日の試合はうまくいったつもりだろうが、初戦はプレマッチだ。本番であの程度のプレーが通用すると思うな。おい、お前は海外のプロクラブでやってるらしいが、だからって調子に乗るんじゃねえぞ。それ以上の侮辱はわしも黙ってはいられないたい。僕は若林くんが正しいと思うよ。美咲。僕もフランスでそれなりにサッカーを見てきた。世界の選手たちは本番になったらもう一段二段レベルが上がるよ。本場のサッカーを見続けていた二人が言うんだ。きっとそうなんだと俺も思う。ヒューガ君、どこへ？練習に決まってるだろ。今世界のレベルにないなら、そのレベルまで上がるしかねえんだからな。ヒューガの言う通りだぜ。大会本番までまだ時間はあるんだ。みんなやれるだけのことはやっていこうぜ。おう、世界なんかに負けられるかよ。ああ、どんな練習だってやってやるぜ。立花、ちょっと俺たちも練習してみるたい。ああ、例のあれか。いいな。たけし。あ、そうださ。この前は悪かったな。え？負けたショックが大きくてよ、ついあんなこと言っちまったけど、俺も心を入れ替えるぜ、代表のためにな。ああ、俺ももうあんなことは言わねえ。まあそういうことだ。じゃあな。そうださん。俺は若島津と練習に行くが、お前はどうするんだ？ああ、それはいいな。ここは代表だ。いる選手はみんなレベルが高い。しっかり頑張ってこいよ。もっとへこむかと思ってたんだが、早速練習に出ていくとは、みんな随分とたくましいな。これなら嫌味の言いがいもあるってもんだ。若林君、じゃあわざとあんなことを？ああ、チームが強くなるためだ。憎まれ役くらい喜んでやるさ。だけど間違ったことは言ってない。いくらみんなが実力をつけてきたとはいえ、世界の壁は想像以上だぞ、翼。うん。そしてこのチームをまとめるのはやっぱりお前だ。頼んだぞ、翼。うん、俺はやるよ。世界一へ俺たちは挑戦するんだ。ああ、やってやろうぜ、翼。ところで若林君。ん？久しぶりに勝負がしたいんだ、受けてくれるかい？変わってないな、翼も。もちろん俺も望むところさ。
ゴールは許さないぜ、翼。負けないよ、若林くん。宿舎入りは俺たちが最後だったよ。それだけの準備を俺たちは重ねてきたということだ。フランスで行われるはずだった国際ジュニアユース大会、それを奪われた屈辱を晴らすためにな。ああ、その通りだ。俺様に任せとけ。目標は全試合ハットトリックだ。守備は俺が引き受けた。一点もやりはしない。俺たちの目標はただの優勝じゃない、全勝しての完璧な優勝だ。もしもし、父さん。カール、どうした？うん、明日から大会が始まるから、その前にちょっと。そうか、いよいよ開幕なんだな。カールならきっと優勝できる。頑張れよ。ありがとう。それより父さん、家のことで話があるんだ。父さんと母さんが別々に暮らし始めてもう結構経つよね。父さん、もう一度俺と妹のマリーのためにも母さんと話し合ってみてくれないか。俺たちはやっぱり一緒に。そういえばカールはハンブルクからバイエルンのチームに移籍したんだったな。父さん、バイエルンの監督フェルスターは父さんのかつてのライバルだ。彼の下でしっかりサッカーを学んでほしい。カールはもう一人前の男だ。大丈夫さ。大会頑張れよ。父さん、俺はこの大会必ず優勝する。そして世界に証明するんだ、父さんのサッカーが正しいってことを。シュナイダーさん。
さあ、ついにこの日を迎えました。世界一を決める新たなる国際大会、ジュニアユースワールドチャレンジ、その幕が上がります。世界に衝撃が走ったフランス国際ジュニアユース大会の中止、その衝撃の中で発表されたこの大会、ワールドチャレンジの名にふさわしく世界の強豪国が名を連ねております。お聞きください、この大歓声。スポーツ大国アメリカが威信をかけ最新の技術で作り上げた新スタジアム、スタークラウンスタジアムは超満員。アメリカのサッカーファンのみならず、世界中のサッカーファンが新たなるヒーローを目にしようとひしめいています。そしてこれより入場行進。まずはじめは南米からの招待国アルゼンチンです。キャプテンのファンディアス君はアルゼンチンでも10年に1人出るか出ないかの逸材という噂です。このディアス君がどんなプレーを見せてくれるか、この大会の楽しみの一つです。そして次は言わずと知れたサッカー王国ブラジル。フランス大会は不参加だったブラジルですが、この新たな大会には参戦。もちろん実力者揃いのブラジルですが、中でも注目はカルロス・バーラ君。ブラジルの伝統の背番号10をつけている、そのことだけでも彼の実力は証明されていると言っていいでしょう。続いてフランスの入場。母国で開かれるはずだった大会が中止となったフランス、その悔しさを晴らすため選手たちは大会直前まで特訓に特訓を重ねてきました。そのフランスを率いるのは一つ上の世代、ユース代表にも選ばれていた実力者エルシド・ピエール君。彼の得意とする芸術的サッカーは我々をどのように魅了してくれるのでしょうか。そしてドイツが入場。ドイツを率いるのはドイツの若き皇帝カール・ハインツ・シュナイダー君。その他にもシェスター君、カルツ君、マーガス君、ハイネ君と、まさに強者揃い。日本をプレマッチで大敗させた彼らの力、まさに優勝候補の筆頭にふさわしいでしょう。そして今日、日本が初戦の相手としてぶつかるイタリアの入場です。今大会屈指のゴールキーパージノ・ヘルナンデス君は、大会前のプレマッチはもちろん、この1年間全く失点していないという恐るべき選手、パーフェクトキーパーとも呼ばれるこのヘルナンデス君から、果たして日本はゴールを挙げることができるか。そしてイタリアサッカーの攻撃を担う新生のフォワード、レオナルド・ルチアノ君にも注目です。そして日本が登場です。すごい、でっけえスタジアムだな。それにすごい歓声だ。ついに始まったんだな。8月に熱戦を繰り広げた全国中学生サッカー大会、そして代表選考会ニューヒーローリーグを通じて選ばれ結成された全日本ジュニアユースチーム。そして嬉しいことに、小学生の時に全国を沸かせた南葛 SC の選手で、今はドイツで活躍中の若林君と、同じく南葛 SC の選手でお父さんの仕事の都合でフランスへ渡っていた美咲君が、このチームには特別参加しているのです。全日本にとっては大変頼もしい戦力です。そしてもちろん日本のエース大空翼君。世界の強豪相手に日本のサッカーの天才児大空翼くんのプレーがどこまで通用するか、大変楽しみです。俺たちの世界への第一歩、日本のワールドカップを夢見る俺たちの実力、それを試す時がついにやってきたんだ。オランダの入場です。オランダ伝統の背番号14を背負うのはエースのブライアン・クライフォート君。ヨーロッパでも屈指のフォワードと評される彼を中心に、超攻撃的サッカーで世界一を狙います。ここでセネガルが入場してきました。身体能力においては大会ナンバーワンの呼び声高いアフリカの雄セネガル、持ち前のスピードと高さを生かし大会の台風の目となるでしょうか。そして今まで以上にすごい歓声で迎えられるのは地元アメリカチームです。
世界最先端の技術と知識、そして科学トレーニングを使って鍛え上げたというアメリカの選手たち。その科学的サッカーで新たなる世界の強豪に名乗りを上げるのか。さあ、これで3カ国は出揃いました。この大会開幕のセレモニーが終わると、いよいよ大会第1日目の第1試合、日本対イタリアの一戦が始まります。よし、みんな聞け。いよいよ今日からジュニアユースワールドチャレンジの始まりだ。各自これまでの練習の成果を存分に発揮して頑張ってほしい。はい。うん。それでは今日のイタリア戦のミーティングに入る。みんながプレマッチで見た通り、イタリアは世界でも屈指の守備力を誇るチームだ。その硬さはカテナチオと呼ばれている。特にゴールキーパーのヘルナンデスはこの1年間全くゴールを許しておらず、パーフェクトキーパーの異名を取るほどの名手。彼からゴールを奪うには中盤を抑えてたくさんのチャンスを作り、シュートを打ち続けていくしかない。はい。そしてその中心は翼とヒューガだ。頼むぞ。はい。一方イタリアの攻撃についてだけど、堅い守備で相手を止めてからのカウンターが主になっている。そのイタリアのカウンターの中心がフォワードのルチアーノだ。彼は体の強さと技術を兼ね備えた厄介な選手で、抑え込むのは簡単じゃないけれど、プレマッチを分析していくと彼のプレイには大きな特徴があることが分かった。自分からパスを出すことはないし、味方もあまり彼にパスを送っていない。つまりほとんどが単独プレイなんだ。だから対策としては、ルチアーノがボールを持った時は彼を徹底マークする。逆にボールを持っていない時はフリーにしてもいい。ただしこぼれ球には要注意だ。お！もちろんルチアーノ以外の選手たちにも油断は禁物だ。素早いパス回しに振り回されないように気をつけなければならない。でも僕たちも世界の動きには慣れてきている。落ち着いていけば大丈夫だ。では翼、キャプテンとして皆に気合を。はい。みんな、予選グループを勝ち抜くためにも今日のイタリア戦絶対に勝つぞ。お俺たちは日本のサッカー選手たちの代表なんだ。無様な姿は見せられないぜ。ああ、俺たちの力を世界に証明してやろうぜ。みんな、いよいよ大会本番だ。フランスの大会の中止から今日まで俺たちは厳しい練習を積んで鍛えに鍛え抜いてきた。俺たちが力を合わせれば負ける要素はどこにもない。世界一を取るのは俺たちイタリアだ。おう！何が力を合わせるだ、バカバカしい。な、バカバカしいだと？ルチアーノ、貴様！ザクは勝手に慣れ合ったろ。俺は俺のやりたいようにやる。いいか、俺の足を引っ張るんじゃねえぞ。俺はこの大会を踏み台にしてビッグクラブに移籍するんだからな。あいつ、代表の試合を何だと思ってやがる。さあ、ついに開幕しましたジュニアユースワールドチャレンジ。そのオープニングゲームは日本対イタリア。アズーリの名で親しまれる青のユニフォームイタリアに対し、日本は白を基調としたユニフォームでの入場です。
開会式の入場行進を終えた各国の選手たちがこの模様をスタンドから観戦しています。優勝候補の一角に挙げられる実力国イタリアに、翼くんたち黄金世代を中心とした日本はどこまで戦うことができるか。まもなくキックオフの時間です。今日はよろしく。ああ、いい試合をしよう。ヨーロッパナンバーワンゴールキーパーの名にかけて君たちのシュートは全て止めさせてもらう。そうはいかない。必ず俺たちがゴールをこじ開けてみせる。いつまでも喋ってるんじゃねえ。さっさと始めるぜ。あのキーパーすごい自信だ。向かい合っているだけで緊迫感があった。イタリアジュニアユースチーム、きっとプレマッチで見た時以上の力を出してくるぞ。クソ、ヨーロッパナンバーワンゴールキーパーはこの俺だ。チノ・ヘルナンデス、1年前の対決では引き分けだったが、今日は必ず俺が勝つ。いよいよだ。いよいよ始まった。大空翼をはじめとする才能あふれる選手が揃ったこの黄金世代、日本がワールドカップ優勝を目指す選ばれた選手たちの初めての世界へのトライ。とてつもなく大きな夢のその第一歩が今踏み出されるんだ。見てんじゃねえ、カミソリシュートだ。お聞きください、この大歓声。スタジアムは超満員。いよいよ注目の対決の火蓋が切られようとしています。
全日本対イタリア、ここスタークラウンスタジアムは興奮のるつぼと化しています。この一戦にかける選手たちの意気込みがその表情から伝わってきます。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームサイド、全日本。攻守にバランスの取れたフォーメーション、我らがキャプテン翼くんを筆頭におなじみのメンバーが揃っています。熱きチームスピリットと勝利への執念はどのチームにも負けません。そしてアウェーサイド、イタリア。攻守にバランスの取れたフォーメーション、屈指の守備力を誇る鉄壁のチーム。それを支えるのはパーフェクトキーパーヘルナンデス君です。そして攻撃陣は新顔ルチアーノ君が得点源。いよいよ試合開始です。行くぞイタリア。さあ激闘の幕、世界が相手でも俺たちは勝つ。みんなこちらのペースに引き込むんだ。そんなの知ったことか。俺は俺のやりたいようにやる。翼くんスルーパスを狙う。ゴルバテくんボールを奪うことができません。ボールを抑えたヘルナンデスくん、すぐさまスローインに移る。それなんとヘルナンデス君のスローインが翼君の元へ。これはまさかわざと。さあ君のドライブシュート打ってきたまえ。やっぱり挑発している。よし受けて立とう。俺のドライブシュート止められるものなら止めてみろ。翼くんシュートだ。ドライブシュートに行く。何？あ、ヘルナンデスくん、翼くんの威力あふれるドライブシュートをワンハンドキャッチ。これがヨーロッパナンバーワンキーパーの実力なのか。ドライブシュート、いいシュートだ。前までの俺だったら片手ではキャッチできなかっただろう。だがフランス国際大会が中止になった後、俺はこの右腕を徹底的に鍛え上げたんだ。1年前に俺から最後のゴールを奪った男、カール・ハインツ・シュナイダーに借りを返すために。さすがだ。これが本場の本当の力なんだな。だが今度こそゴールを割るぞヘルナンデス。パントキック、どこまで運べるか。ボールを奪った。ドリブルでボールを運ぶフランセスコ君、ボールを狙うも届かない。ここからシュートに持っていく。このボールに飛びつく。これがジノ・ヘルナンデスのプレーだ。パントキック、どこまで運べるか。マサオ君ダイレクトで狙いすましたパスを送る。ヒューガ君シュートを放った。キーパーからのリスタートです。ルチアーノワンタッチで送る。いけ、パスを出した。ヒューガ君、翼君狙いすましたパスを送る。いけタイガーショット、止めた。さすがパーフェクトキーパー。パントキックで大きく蹴り出した。ルチアーノ君ロングパスを飛ばす。松山君ここは抜かせません。ドリブルと見せかけてパス、パスを出します。しまさん狙いすましたパスを送る。ドラーチが決まった。いけ、こいつを奪い返した。
翼さん前に上げた。翼さん、クロスに合わせに行く。これはキャッチできない。翼さん、センタリングを上げた。このセンタリングをものにできるか。止めた。さすがパーフェクトキーパー。パントキックで大きく蹴り出した。雑魚がまとわりつくんじゃねえ。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。ヒールだ。しました。パスを送る。ここでチャンスを潰します。よっしゃ。と奪い返した。ヒューガ君、センターラインを越えて攻め込む。ここはパスを出した。あとドリブルを見送る。もらったぞ。ヒューガ君、激しいタックル。どうだ。素早く横にかわす。チャンスが決まった。ドリブルでボールを運ぶ。ヒューガ、パスを受けた。バサラ君、ボールを狙うも届かない。パントキック、どこまで運べるか。てめえらしつこいんだよ。ふん、ドリブルと見せかけてパス。ヒューガ君、シュート。パントキックで大きく蹴り出した。このパスをトラップ。日本、まだ守備の体勢が整っていません。体ごとぶつかっていった。パス、これは通過。逆サイドにボールを振る。フランコスケ君、ぶち込んだ。このタックルは不発に終わります。翼君、ゴールを狙う。ヘルナンデス君、ボールはまだ生きている。ここでボールを受けます。ここで止めた。みんな、ここは守りきるぞ。カズラシオの構えに入りました。こちら、イタリア、守備固めに入る。これがイタリアの戦術、カテナチオだ。ヘルナンデス君、決死のセーブでゴールを奪わせない。イタリア、この位置からのフリーキック、ロングボールを送る。もらったよ。チャンスが決まった。時計はすでに30分を示しています。前半も残すところはあとわずか。このクロスは通るか。この押しに乗るな。できるか。ヘルナンデス、決死のセービング。このためにグラウンドに立っているんだ。ゴールを決めてきた。ヒューガさん、調子に乗るな。それ、お前らは俺の踏み台なんだよ。ここは抜かせません。ドリブルと見せかけてパス。ここで大きくサイドチェンジ。フランチェスコ君、候補イタリア相手によく戦ってるぞ。イタリアに勝てば大金星だぞ日本。後半も頑張れよ。声かけてもらえるのはありがたいけどよ、これじゃ俺たち相当弱いと思われてたみたいだな。そうだい。世界からは俺たち日本なんて相当レベルの低い国に見えてたんだろうな。ああ、おい、俺たち頑張るからみんな後半も応援してくれよ。お前ら本当に明るいな。いいんじゃないですか、観客が味方になってくれれば心強いですよ。なるほど、ホームの雰囲気にするってことか。でもあいつら絶対そんなこと考えてないぜ。でしょうね。
の人もしや。みんなナイスファイトだ。ここまでは上出来だぞ。前半これだけ戦えたんだ、後半も大丈夫さ。そうそう、俺たち強くなってるんだしな。でもみんな気を抜かないでいこう。美咲の言う通り、相手は優勝候補に挙げられてるくらいだ。きっとまだまだ底力がある。よし、後半も気合を入れていこう。おう、翼さん、後半の戦い方なんですけど。なんだい？もしもの話ですけど、この後もしイタリアにリードされたとしたら、きっとイタリアは知人を固めてくると思うんです。それでそうなったら少人数で崩すのは難しいんじゃないかと。だからそうなった時は一か八か、全員で圧力をかけてゴールをこじ開けに行く方法もあるんじゃないかって思ったんです。もちろんもしもの話なんですけど、一応そういうことも考えておいた方がいいかなと思って。確かにやらないに越したことはないけど、でも必要な時はそれも手だね。でもそれは本当に一か八かの作戦だ。試合の流れを見極める戦術眼がないと失敗してカウンターの餌食になる。ゲームメーカーの経験が豊富なたけしが試合に出ていれば任せられるんだけど。おい、ルチアーノ、いつもいつも自分勝手なプレーばっかりしやがって、もう我慢ならねえ。なんだよ、うるせえな。何が俺の足を引っ張るのだ。貴様が自分勝手なせいでこっちは10人で戦ってるようなものなんだぞ。何言ってやがる。俺が一人で点取りに行ってるのはお前らに能力がないからじゃねえか。何？俺はな、とにかく勝ちてえんだよ。ビッグクラブに移籍するにはチームを勝たせなきゃ意味がねえんだよ。だから俺の邪魔をするな、ルチアーノ。大体点を取られたのは俺のせいじゃないだろうが。なあ、パーフェクトキーパーさんよ、点を取られたのは誰のせいだ？もちろん俺のせいだ。それはすまないと思っている。おお、素直じゃねえか。さすが名門クラブの有望選手は余裕があるな。俺も早くそうなりたいもんだぜ。貴様、ジノになんてことを。タルデリ、よすな。ジノ。ルチアノ。なんだよ、優等生の説教なんて聞きたくねえぜ。自分のために俺たちを利用したいならそうしてくれていい。それでチームが勝てるならば俺たちは喜んで利用されよう。日本は俺たちが思っていたよりも強い。それは前半に散々マークにあった君も感じているはずだ。ならばどうすれば局面が打開できるか、ここから勝つために何が必要で、どんなプレーが一番いいのか、地方の小さなクラブチームを勝たせ続けて代表まで上り詰めた君はもう分かっているはずだ。後半も俺は勝利のために君にパスを送る。だからルチアーノは、ルチアーノの思うプレーをしてくれ。信じているよ、ルチアーノ。
ために必要なプレイか。おい、ルチアーノ。なんだよ。後半はお前にもパスを出す。だからお前も俺たちを利用しろ。イタリアが勝つためだ。いくらでも利用されてやるぜ。ジノ、俺を信じるなんて、お前は本物のバカ野郎だぜ。激しいタックル。あっと、イタリア前半と様子が違う。ルチアーノ君をフォローする動きだ。イタリアが戦い方を変えてきた。ボールを奪うことが、みんな気をつけろ。ミサキ君、ここから打ってきた。パントキック、どこまで運べるか。タルデリ君、このボールをコントロール。あっと、奪い返した。キーガ君、大きくパス。キューガ君、ダイレクトにパス。体ごとぶつかっていった。ゴルバテ君、激しいタックル。ママ君、ここは勝負を避けた。ミサキ君、ここからチャンスを作れるか。このタックルは不発に終わります。シュートだ。ヘルナンデス君、ゴールを守った。ルチアーノ君、このボールをコントロール。鋭いスライディング。あっと、ヒューガ君、大きく足を振りかぶった。見ていてください、キラン監督。送ってもらったあのブラックボールで鍛え直したこのシュート。来い、どんなシュートであろうと俺の黄金の右腕で止める。ヨーロッパナンバーワンキーパーであろうと必ずゴールに突き刺す。くらえ、これがレオタイガーショットだ。決まった。ヒューガ君のシュート、ヘルナンデス君の黄金の右腕をものともせずゴールに突き刺さった。やった、やったぞ。ヒューガ君、翼、見つかったぜ。うん、俺は今まで、特にこの3年間は、翼、お前を目指し、お前を倒すことだけを目標にサッカーをしてきた。でもこれで、俺にもお前という目標の上を行く、もっとでかい目標が見つかった。ヒューガ君。俺は、サッカーにおけるストライカーナンバー9番を背に、世界一のエースストライカーを目指す。なんという威力のシュートだ。右腕を鍛えてきていなかったら確実に骨が折れていた。はっ、このパスをトラップ。行け、カズオ君。タックルも決めた。鮮やかなジャンプ、敵陣へ攻め込みます。守り抜くぞ。激しいタックル。はっ、あとドリブルを見送る。ミサキ君、シュートを放った。パントキック、どこまで運べるか。翼君、ワンタッチで送る。ヒューガ君、ここはパスに切り替えた。パントキックで大きく蹴り出した。ヒューガ、マサオ君、素早くつなぎます。ここで止めた。全日本、ここは全日本のタイガーショットだ。ヘルナンデス君、ゴール正面でこのシュートを迎え、パントキックで大きく蹴り出した。このパスをカットします。ヒューガ君、ここはパスに切り替えた。渾身のシュート。またでも吹っ飛んだ。
スマートに落とれた。あっとこの位置でワンタッチ。ここは抜かせません。スペースにパスを出した。ヒューガ君シュートまで持ち込めるか。立ち下がるぞ。全て受け止まる。これは正面から抑えに行く。なんとか防いだ。ヒューガ君ここは抜かせません。もうこの痛いが。このボールに飛びつく。キーパー反応するも決まった。これを決めなきゃストライカーじゃねえ。くらえ。タイガーショットだ。おら見事激しいタックル。ドリブルと見せかけてパス。横にかわして突破。狙いすましたパスを送る。全日本高専が続きます。ヒューガ君ゴール前に投げた。ミサキ君シュート。パントキックで大きく蹴り出した。マサオ君ここをラストに切り替えた。素早く横にかわす。フェデリーコ君ここで止めた。ヒューガ君シュートだ。ヘルナンデス君ゴールを守った。パントキックどこまで運べるか。ゴールを狙うヘルナンデス君。ボールはまだ生きている。翼君センタリングを入れた。このセンタリングをものにできるか。あっとこれを弾いた。ヒューガ君ここでボールを奪った。ヒューガ君クロスを上げた。ゴルバテ君ここは好きにさせません。ジンゴー君激しいタックル。よしフェイントだ。やはりすでに30分が経過。ここからゴールは埋まるのか。ダイレクトでパス。ヒューガ君ここは勝負を避けた。それ翼君三崎君ここはパスを出した。翼君マサオ君パスを回す。ゴールダッシュ。ゴールダッシュ成功。イタリアなんと遺憾抜き。カテナチオが奏でる完勝。大量得点で試合に花を添えました。候補のイタリアに勝ったんだぜ。これなら十分に優勝も狙えるたい。そうさ、アメリカに来た最初の頃の俺たちと今の俺たちは全然違うんだからな。そう、プレマッチで見た日本と今日の日本はまるで違っていたよ。ヘルナンデスか。今日は俺たちの負けだ。日本のサッカーは素晴らしかったよ。ヒューガ、君のシュートには驚いたよ。あれほどのシュートを見たのは久しぶりだった。俺もお前くらいのキーパーと戦ったのは久しぶりだったぞ。それじゃあ、チャオ。うん。
またね。イタリアジュニアユース、特にジム・ヘルナンデスとレオナルド・ルチアーノ、すごい選手だった。まさに世界の舞台に立たなければ出会えなかった強敵だ。翼くん、応援してくれたスタンドのみんなに挨拶しに行こう。うん。みんな、すまなかった。今日の負けは点を取られた俺の責任だ。まさか負けるとは思わなかったぜ。ああ、俺たちはまだまだ甘かったな。何を落ち込んでやがる。何？まだ残り2つを勝てば予選リーグを抜ける可能性はあるだろうが、落ち込んで無駄な時間使うくらいなら次の試合のことでも考えとけ。どうしたんだあいつ。ルチアーノ。翼、よくやったぞロベルト。あなたはロベルト本郷さんですね。全日本で翼は見事勝ちました。どうですか、翼のプレーを見て。あなたが日本を去ってからもロベルトさんが残したノートを頼りに、翼は自分なりにサッカーを研究し、その技を磨いていったんです。今日見せたドライブシュートがいい例です。そしてその他の細かなプレー一つ一つも、その全てはロベルトさん、あなたから翼が受け継いでいったものです。どうか今ベンチにいる翼に会って。間違いじゃありませんか。私はロベルトとかいう人物とは違いますよ。きっとあなたの人間違いでしょう。私はロベルトじゃありませんよ。ロベルトさん。今日の試合勝ったけれども、俺のドライブシュートはヘルナンデスにまるっきり通用しなかった。アメリカのアズワンにも簡単に止められてしまったし、俺のドライブシュート世界で戦うには力不足なのか。でもヒューガ君はアズワンに止められたことをバネにネオタイガーショットを生み出した。俺も負けてはいられない。試合を組み立て点を取れるミッドフィルダー、理想の選手になるために俺もドライブシュートを強化するんだ。なあ、オランダって強いんだろ。もちろんさ。イタリアは守備のチームだったけど、オランダは攻撃のチームだ。特に注目するべきは背番号14をつけるブライアン・クライフォート。彼は数年前にワールドユースを制したオランダ代表スタイン・クライフォートの弟でね、今ヨーロッパでも注目されているフォワードさ。へえ、詳しいんだね。うん、僕はオランダの伝説的選手に憧れてサッカーを始めたからね。今でもオランダのサッカーはチェックしてるんだ。なるほど、それで三杉君は背番号14を欲しがったのか。あの時はわがままを言ってすみません。でもどうしても
憧れの選手と同じ番号をつけたくて。憧れがあるのはいいことさ。それが成長につながるからね。俺がロベルトにつけていたブラジルの10番に憧れていたように、美杉君にもそういう選手がいたんだな。おい、そろそろ試合が始まるぜ。さあ、予選リーグ第2戦、オランダ対セネガル、今キックオフ。まずはボールを持ったセネガルのミッドフィルダー、キャプテンのイスマイル・サンゴール君。ここからどう試合を組み立て。あっと、サンゴール君いきなり大きく高く前に蹴り出した。そしてフォワードのムーサ・マリック・ジャロ君がオランダの選手の間を凄まじいスピードで走り抜けていく。決まった。セネガル電光石火の先制点。サンゴール君の正確なロングボールをジャロ君が高い打点のヘディングでオランダゴールに叩き込みました。まさにセネガルらしい高い身体能力を生かした攻撃だ。あのフォワードすげえダッシュ力だ。見たといい勝負なんじゃないか。おいおい、セネガルが先制しちまったぞ。だけどこれでオランダはスイッチが入ったよ。え？ほら、オランダの選手たちの様子を見てみて。あれ、いきなり先制されたのに全然動揺してないみたいだ。そう、いくらでも点を取る自信があるんだよ彼らは。ここで試合終了のホイッスル。オランダ対セネガルの一戦はオランダの記録的大勝に終わりました。先制点を許したオランダでしたが、エースのクライフォート君を中心にその後は猛攻に次ぐ猛攻でセネガルを圧倒。一方、セネガルは身体能力を生かしロングボールを多用してスペースに走り込むサッカーで臨みましたが、オランダのミッドフィルダークリスマン君に中盤を抑えられ、孤立させられたサンゴール君になかなかボールが渡らず、後半セネガルの選手たちが走り疲れて足が止まったところを立て続けにやられてしまいました。すげえ。これがオランダの攻撃力か。とんでもない連携のスピードだぜ。今日は初戦だったから、これでもまだ動きが硬かった方だよ。ああ、前線の連携はまだ良くなるだろうな。このオランダと次は戦うんですね。こいつの言う通りだ、たけし。俺たちも強くなってるんだ。自信を持て。はい。みんな、イタリアに続いてオランダもかなり強そうだ。だから今日の勢いを次の試合にしっかりつなげていこうぜ。おう！なあ、美咲はフランスジュニアユース代表のチームを見たことはあるのか？見たというか、実はちょっと戦ったこともあるんだ。え？戦うって、美咲はどこのチームにも所属してなかったんだろう？うん、だから自分の今の実力がよくわからなくて、それで自分の力を測るためにフランス代表の合宿に飛び入りで勝負を挑んだんだ。無茶しやがる。でもそうでもしないと日本代表に参加する自信が持てなくて。フランスの注目選手というとやっぱりピエールか？うん、エルシド・ピエール。彼のテクニックは本物だよ。彼とは2回1対1で戦ったことがあるけど、僕は2回とも抜くことができなかった。美咲くんが？他にも注目選手はいるけど。あ、試合が始まるよ。さあ、間もなく前半20分。
ここまで試合は全くのフランスペース。フランスのキャプテンエルシド・ピエール君、再びイングランド陣内に切れ込む。素晴らしい華麗なテクニック、その流れるような動きにイングランド選手は誰もついていけません。そして相手を引きつけておいてのスルーパス、見事ルイ・ナポレオン君に通った。決まった、フランスさらに追加点。ナポレオン君の鋭い回転のかかったシュートが一直線にイングランドゴールに突き刺さった。彼がルイ・ナポレオン、気が荒くて何度も乱闘騒ぎを起こしてるんだけど、それでも実力は見ての通りさ。さあイングランドも反撃だ、大きなサイドチェンジを繰り返しながらフランスディフェンスを揺さぶる。そして左サイドからエリア内で待つフォワードのディーン君に折り返、おっとフランスの選手が出足鋭いタックルでそれをカット、パスを出させずにボールを奪い取った。これはディフェンダーのジャン君だ。あのジャンってやつなかなかやるな。美咲君、彼は？ごめん、僕もよく知らないんだ。フランス国際大会が中止になった後、もう一回代表選考会を開いた時に新しく入った選手らしいんだけど。ここで試合終了。フランス、イングランドを全く寄せつけず初戦を勝利で飾りました。中盤をピエール君が抑え、ナポレオン君が点を取り、ジャン君がピンチの芽をいち早く摘み取る、まさに理想的な試合だったと言えるでしょう。フランス強いな。まあ当たり前なんだろうけど。ヤツのシュートは要注意だな。あの鋭い回転は腕だけで取りに行くと弾かれてしまうかもしれない。となると胸でガッチリ取りに行くか、強いパンチングで大きく弾きに行くかだな。あとは吹っ飛ばされないように踏ん張る力も必要だろうな。まったく世界ってとんでもないところだな。次々とすげえのが出てきやがる。ピエール、美咲くん。美咲、俺たちは必ず決勝トーナメントに勝ち上がる。だから君も必ず勝ち残ってこい。今度こそ本物の試合で決着をつけよう。よし、それでは攻撃と守備に分かれてそれぞれゴール前の連携練習だ。はい、行くぜ。よし、シュートだ。ナイスパンチング沸かします。反応が甘いぞ若島津、今のは両手でガッチリ取れたはずだ。何？それにそうだ、シュートコースがガラ空きだったぞ。もっと考えて動け。何？他のみんなもだ、動きがまだまだ悪い。イタリアに勝ったからっていい気になるな。そんな気の抜けたプレーでこれから先も勝ち抜けると思っているのか。何？若林くん。おい若林、こっちだって一生懸命やってんだぞ。それを何様のつもりだ。おいやめろ。そうだ、
そうだ、こいつの言う通りだ。味方に当たっても始まらん。ああ。それじゃあ練習を続けるぞ。みんな早くしないと試合が終わっちゃう。早すぎるぜ翼。練習が長引いちゃったからね。間に合えばいいけど。なんだ？おい、あのスコアを見るたい。なんだあの点差は。アルゼンチンがぶっちぎりじゃないか。スタークラウンスタジアムに大天才出現。自ら得点を上げるだけでなく、ミッドフィルダーとしてゲームも組み立てる、アルゼンチンサッカー10年に1人の逸材。サッカーの申し子の名前はファンディエス。そのディアス君にインタビューです。イタリア戦での日本の10番が南米スタイルのドリブルでイタリアを抜けたので、自分もいけると思いました。この大会いろんな国の選手が出ていますが、彼らに負けるとは思っていません。最後に優勝を手にするのは自分がいるアルゼンチンですよ。点を取って試合も組み立てるミッドフィルダー、翼さんと同じスタイルですね。ファンディアス。よし、いいシュートだ。その調子で頑張れ。探しましたよ、ロベルトさん。あなたは？アメリカのサッカー協会に問い合わせましてね。そうしたら、今遠征に来ているサンパウロの少年チームの監督があなただと。もう自分がロベルト本郷ではないなどと言わせませんよ。仕方ありません。でもお願いです、俺が今アメリカにいることは翼には言わないでください。俺はもう翼の前に立つ資格のない人間です。3年前、俺は翼との約束を破り、一人ブラジルへ帰ってしまった。それは自分自身翼を教えていく自信がなかったからです。でも俺がいなくても翼は成長していた。あいつはやっぱりサッカーの大天才ですよ。今年の初め、サンパウロのチームに日本サッカー協会からビデオが送られてきました。そのビデオには成長した翼の姿が映っていました。そのビデオに寄せられた手紙には、このビデオの少年はブラジルに渡りプロサッカー選手になることを夢見ていると。俺はそれを涙なしには見ることができませんでした。そしてこの大会でのあのビデオよりも成長していた翼の勇姿。でもロベルトさん、翼はあなたが自分をブラジルに連れて行かなかったわけをこう解釈しているんです。それは 100% ブラジルでプロになれるだけの力が自分にはなかったからだと。そのため翼は自らに課題を課したのです。サッカーの本場ブラジルで通用するためには、中学3年間誰にも負けないようにすること、そのために公式戦に全て勝ち続けると。それができなければブラジルでプロになる力は自分にはまだないのだと言い聞かせたのです。そして翼はあなたの残したノートに従い人一倍努力しました。そして翼は
この夏、その課題を見事に成し遂げたのです。全国中学生サッカー大会を含めた中学3年間の公式戦すべて、翼は誰にも負けませんでした。日本で全国大会 V3 を成し遂げた翼は、中学卒業後間違いなくブラジルへ渡るでしょう。ロベルトさんが書かれたあのノートにあることを翼は全てマスターしました。お願いです、翼はブラジルへ渡り、ロベルトさんのコーチを受けることを望んでいます。その翼の夢を今度こそ叶えてあげてください。どうした？君は日本の。どうした？あ！何？なあ。どいてもらう。そうだな。いや、そうだな。いいぞ、頑張ってくれ。
頼むぞ。頑張るんだ。